入れて、ちょっとこう、少しだけこぶりついてる中のこれを剥がしてあげる、うまみを。もうちょっとですかね。まだこれちょっと白いムラがあるんで、これは割としっかり焼き切るまで、さっき仕上げた、そんなトマトソースをパンの中に。イタリア料理を学ぶ美学、三宮橋イタリアレストランレガロオーナーシェフ、小倉富です。ちょっと今日はまあ、ちょっとややクリスマス映えというか、地味イタリアンにしちゃ割と地味じゃない地味イタリアンみたいな感じです。割と僕、冬、毎年冬になると、ピエモンテ、アルバ、アオスタ、トリノ、まああの辺近辺、割と行ってるんです。もうここ3回ぐらい行って。で、ピエモンテといえば、まあ、ビテッロ、トンナート。ビテッロは子牛。トンナートは、トンノがツナって意味なんで、まあ、ツナのソースっていう、ビテッロ、トンナート。まあ、正直言っても、鳥の行っても、アルバ行っても、ブラに行っても、大体メインディッシュの中のラインナップにあるのが、このピエモンテの伝統料理です。で、大船子牛は、ももとか、ロースじゃないですね。ちょっとこう少しこうローストビーフみたいにローストして、で常温もしくは冷えたその子牛のローストを薄切りにして、で、ツナのソースかけて食べるっていうのが、まあ、凄まじく伝統料理なんですけど。まあ、とはいえ、日本で手に入るツナって、割と限られてるので、近所のスーパーで手に入る範囲でのツナソースやります。300ないですね。200、300あるかな。200グラム後半ぐらいです。これ、OG です。もちろん和牛でもいいんですけど、なるべくももとかランプとか油少ないところを選んでください。じゃないと、こう、ツナソースのコクみたいのが合ってこないんで、和牛に指定すると、和牛だけも十分美味しいのに、そこにツナが入ってくると、ちょっと重くなっちゃうんで、なるべく、まあ、OG のロース、OG のヒレ、でも全然十分ですけど、OG のももでも全然十分なんで、どうせ薄切りにしちゃえば、割と硬さも目立たないかなっていう気がします。で、はい。なんだっけ、お使いらへんか。シーチキン、ハグロムフーズ。油漬けってやつ。油漬けってやつ。これ重要なんです。油漬けです。で、まあ、シーチキンに対して、まあ、ケイパーを、なんてことだろう。10グラムぐらい。と玉ねぎで白ワインです。ですね、僕割とこのトンナートって白ワイン重要だと思ってて、白ワインの香りがしっかりしてる方が僕は好きなんですよ。でビテロトンナートってクラシックのタイプとややモダン、新しいタイプがあります。クラシックの方は本当に伝統的なツナソースです。ちょっとボテッとしてるタイプで、ちょっと年代が進むと多分そこにマヨネーズが入るレシピなんじゃないかなって思うんですよ。僕がベルガモで教わった時は、ビテルトンナートのトンナートソースは結構全体量に対して割と半分ぐらいはマヨネーズ使ってたんですけど、マヨネーズいっても向こう一斗缶みたいなとこ、一斗缶っていうかまあ、すごいでっかいにマヨネーズがしっかり入ってるタイプで、これなんかもうドカーンって入れるんですけど、まあ、マヨネーズ入った方が滑らかになるんで、それは好みですかね。今回ちょっとクラシックに、ツナだけのソースにします。玉ねぎ。玉ねぎはおおむね、シーチキンに対して、まあ、半量。シーチキンが100だったら、玉ねぎが50みたいな。で、まあ、好みですけど、僕はなるべくここは薄く切ってます。はい。で、これを炒める。はい。イタリアとかのツナ缶とかだと、割とオイルすごいたっぷり入ってるんで、そのオイルを利用したりするんですけど、前回ボスから作った時に、あんまオイル入ってなかったんで、多分これを缶使うんだったら、出だしは全然最初オリーブオイル入れたっていいと思います。ここにオリーブオイル分量が入れて、で、僕最初からここに、ケイパーも入れちゃいます。ほい。まあ、大体 10% ぐらい入れました。あでもまあ、一応内容ではこれ138とか 140g のツナ缶に対して 14g ぐらい、だいたいこう、ケイパー入ってます。まあ、ケイパーも、正直これ最後、フードプロセッサーとかで回しちゃうんで、そんなこう、このケイパーじゃなきゃとかっていうのは、あんまりないんですよ。塩漬けでも酢漬けでも、好きな方を使ってください。で、ここの時に、割と玉ねぎいっぱい入れてるんですけど、まあ、好き好きで、いいんですよ、少なくても。でも、玉ねぎ多い方が、やっぱりツナに対して玉ねぎの量多いと、ペーストになりやすいんですよ。と僕は思ってるんですよ。で、割とこれちゃんと玉ねぎをしっかり炒めて、甘さを出して、で、その後、ツナ入れてあげた方が、なんか僕はバランスがいいと思うんですよね。現地の人どう作ってるかは知んないですけどね。ピエモンテの作り方はよくわからないんで、クリスマスのオマールのソースを仕込んでいるところです。マダラの白子をオマールエビのソースに合わせようかなと思っていて、これ、作ってるとわかるんですけど、だんだんこう、玉ねぎが、しなっとしてきて、これ全然、玉ねぎ甘い色にする人全然ないんで、全体的にこうしなってしてこう甘さが出てきたなと思うところまででいいです。で、ケイパー入れてるんで、やっぱりケイパーの香りします。大体この見極めとこはそれぐらいですし、ちょっとこれ、炒めすぎちゃったかなって言ってもそんな味にそこまで影響しないんですけど、僕あんまりこう、飴色の玉ねぎの香りがあんま好きじゃなくて、なんか他の香り消しちゃいそうで。だからまあ、やんわり炒めて、全体的にこうしんなりして、なんかもうシャリシャリいってねえよな、ぐらいまででいいです、これ。はい。シーチキン。爪切り立てで。痛い。はい。これを、まあ一緒ですね、持ち帰るんだけど、油ごと入れる。出ないのも、持ち帰るんだけど一緒。はい。そしたら、このままツナも一緒に炒めていく。油と一緒に。でも炒めるって言ってもあれですよ、なんかその香ばしさが欲しいとかじゃないです。はい、ちょっとこの無駄な水分、余分な水分だけ飛ばしてあげようみたいな感じです。塩振ります。まあこれはまあ強めっちゃ強めですけど、こんなもん。まあ、もちろん胡椒も、あんまり焼くとき胡椒振んないんですけど、多分まあ、この前、うちの、あれで、なんだっけ、使い養成キットで、皆さん胡椒持ってると思うんで、まあなんかガリガリガリやってください。まあ、牛なんで、そんな凄まじい、なんかこう、しっかり火通さなきゃいけないかっていう話じゃないですけど、ちょっと煙が出てきたな、煙がどんどん出てきたなーって言ったら、うちの家だとね、ピピって止まっちゃいますけど、まあ、バッてないっていうことにして。そしたら、肉焼きます。まあ、正直言って、めんどくさかったら、デパートでローストビーフの素、出来合いのローストビーフ買ってきて、ソースだけ自分で作れてもいいっすよ。もうちょっとですかね。まだここにちょっと白いムラがあるんで、これが、割としっかり焼き切るまでつけちゃう。あんまり押したくないんですよね、ジュースが出ちゃうから。はい。はい。したら、もう片面を焼き始める。大体2、3分ってとこですかね、片面。割としっかり肉の温度さえ戻ってれば、この全面焼き目だけつけてやる方にくるんでれば、2時30分ぐらいでそこそこ火通ると思うんで、あと一応今回塩を打ってすぐ焼いちゃいましたけど、まあ実際焼くときは、まあ5分10分、まあ、30分置いて焼き始めて、多分薄くスライスして上から塩振ればある程度調整できちゃうんで、これぐらい全体的にこう焦げ茶の感じができるぐらい。まあ気になる人はこういうとこはちょっと言うんですけど、ここまあ、どうせ最初、セットができるんで、に置いて、置いたら、まあ、うちの場合、ここにこうやって置いておきます。家庭だと何かこういう調理とかしてるんだったら、こう調理してる場所の近くにこうやって置いとくとか、例えばこうどっかでブイヨン取ってるんだったら、こうブイヨンをやってるところのそばにこうやって置いとくとか、なんかこうちょうどいい温度帯を自分でこう見つけて置いてみてください。はい。まあ、別に本格的な人はオーブンレンジの温度を100度とかにすっごい緩い温度帯に設定して、そのままこう割れ目ほど掘り込んじゃっても全然問題ないです。はい。というわけで、こういう感じに一旦まず旨味が張り付いてる。そしたらここに白ワインを入れます。入れて、ちょっとこう少しだけこぶりついてる中のこれを剥がしてあげる、旨味を。これちょっとちゃんとしっかりアルコール少し飛ばさないと、なんかね、味がこもるんですよ。なんかこう残ってるアルコールに対して。アルコールはここしっかり飛ばした方がいいです。で、アルコールしっかり飛んだら、ちょっとだけ塩のバランス見ます。ほとんど、常に入ってる塩と、ケーパーでしか塩入ってないんで、で、ちょっと弱いんですよ、やっぱり。なんで、ここは微調整。で、塩入れて、味を整える。そしたら、ここに飛びました。今日はハンドブレンダーでやりますけど、まあ、食い地の後でもいいし、ジューサーでもいいし、驚くほどね、このケーパーと白ワインがね、すごい効いてくるんですよ。まあ、ハンドブレンダーだったら徹底的に回した方がいいですね。ハンドブレンダーで回せる範囲で回す。きっちりやりたい人は、なんか、食い地の後とかで回した方がいいかなっていう感じしますけどね。はい。で、終わったら、まあ、手っ取り早くいらっしゃいときは、一度、灰皿にかけて、粗熱を取ります。で、ここまで。で、これを、今日は、オージービーフの、もも肉の、まあ、ちょっとしたローストビーフとかローストに合わせるんですけど、まあ、割と汎用性は高いんで、ちょっと牛はっていう人は、なんか、鶏胸肉のしっとり焼いたやつとか、なんかね、鳥羽とかいろんな人が作ってやってると思うんで、それに合わせてトマトソースにしたらめちゃくちゃヘルシーだし、別に豚が合わないかというと、油があんま噛んでない方が合いやすいんで、まあ、ローストポークに合わせてみたりとか、結構何でも相性いいんで、もっと分かりやすくするときは、この量に対して半分のマヨネーズを入れて混ぜて、滑らかなソースにしてもいいと思います。20分ぐらい経ったかな。まあ、周りしっかり焼き上げて、もちろんしっかり牛の温度が戻ってて、多少の肉汁は出るにしても、これぐらい切っていきます。厚さを均等にするんだったら、あんまりおうち自体はグラスフェッドにして牧草なんで、どうしても肉質が硬くなりがちなんですよね。まあ、味わい深くて美味しいですけど、今うちもアイルランドのグラスフェッドのヘアフォード牛っていう牛やってるんですけど、さすがにロースだから柔らかいですけど、やっぱね、グラスフェッドは硬いっすよね。はい。そしたらこれを並べます。並べる。で、ちょっと味が決まりづらいんで、塩を。はい、置いて、さっき仕上げたトマトソースを真ん中に混ぜる。現地じゃ胡椒もオリーブオイルも振らないと思うんですけど、もし足んなそうだったら振ってみてください。これがレガールです。牛もも肉のローストとトンナートソースです。いただきます。俺でもね、マジ今腹減ってんの、全然食べれちゃう。うん、うん、牛のヒレは、あ、こんなもんですね。うん、こんなもん。おいしい。え、ツナソースと一緒に。うん。マヨネーズってあるんだ。あります。持ってきて。おいしい。好きなんですけど、やっぱり。俺なんかマヨネーズ好きだから、こんな後はマヨネーズ入ってる方が好きかな。こっちの方がクラシックではあるんですよ。こんなピエモントの人たちが最初からマヨネーズを使ったソース作ってるとは思えないんですけど、もしもお子様がいるときはツナマヨソースにしちゃった方が、例えばこうやってこんな後作ったの入れて、これ冷凍できるんで、余った分は冷凍しちゃってください。ここにお好きな銘柄のマヨネーズをこの後に対してこう半分ぐらい入れて、こう混ぜるんですよ。僕はなんかまあピエモンテーゼに教わったことないから、こういうツナマヨトンナートになっちゃうけど、ボッコリビーの時はもう気持ちツナ濃かったもんな。こうしてね、普通にツナマヨの方がわかりやすい。困った。入れましょう、マヨネーズ。ね。ワインとか合わせるんだったら、前者のクラシックの方がいいと思うんですけど、割とお子さんがいて、この、牛との相性とか見たら、マヨネーズ入れた方が、ウケいいかもしれないですね。ぜひ、軽やかな、ピーモントワインと一緒に食べてみてください。二日酔いに最高じゃないな、これは。ちょっときついな。二日酔いじゃないけど。頑張ってください。マヨネーズ使っても、肉の方で少しさっぱりした部位使ったら、割とヘルシーだと思うんだけどな。女性もいけるはず。うん。お腹空いてるから食べちゃう。マヨネーズあった方が美味しいな。はい。というかまあ、仮に A さんとすると、そろそろっていうのが、なんでそろそろって思ったんだろうっていうところが、いまいち見えないので、現状 A さんのスキルとか技術とか、どこで働いて2年なのかっていうのが分からないと、その人のステップアップは分からないんですけど、ただ往々にしていることは、有名な店で働いた方がいいですね。年付きで働いた方がいいし、アジアトップ50で働いた方がいいし、世界トップ50で働いた方がいいし、それが、大してスキルなんか身につかないかもしれないし、下積みが多いかもしれないけど、ステップアップって、僕は給料が上がることだと思ってるんですよ。基本自分は2年間こういう仕事をしてきて、こういう環境で2年間働いてきて、こういうクオリティの料理を出すお店でこういうセクションで働いていて、あれ多分履歴書と職務経歴書ってあるわけじゃないですか。職務経歴書に書いて、次の面接の時に僕はこういう技術があるんですが、あなたのところで今の場所の環境の給与よりも高いお金を払ってくれませんかっていうのが僕はステップアップだと思ってるんですよ。だから履歴書、職務経歴書に書ける環境で働くっていうのがめっちゃ重要なんですよ。僕も誰かが問う時に、指標は履歴書に書いてある文字が指標になるんで、例えばどこどこ高校なんとか大卒業でどこどこ働いてきて、あ、これ2年働いてるんだな、1年半働いてるんだな、半年しか持ってないななってくると、半年しか持ってないという文字データをもとに、なんで半年しか働いてなかったんですか、いや僕は体を壊しましてとか、オーナーと会わなくてとかあるじゃないですか。でもそういうことに関して僕は気づくわけですよね。なんかね、あ、こいつなんか前のオーナーがどんなオーナーか知らないけど半年しか持たないんだ、じゃあどんなオーナーだったら半年以上持つんだろうっていうって考えちゃいますよね、なんかね。なんでとりあえずステップアップしたいっていうんだったら、その2年間自分がどういうものを学んできたのかっていうデータ、そのデータをもとにどうすれば自分のことをもっと高く評価していける会社に行けるのかっていう次のお店へのアピールなんじゃないかなと僕は思っているんですけど、こんなんでいいですか。今年1年あ、違う、2023年まあ江野僕が産声を上げ、まあもう数えきれないほどの僕らワインセットを出してきたんですが、一応まあ感謝の意を込めて江野が売ってきた人気の高かったベストセラーセレクションの6本を24日に売り出します。もううち何本売ったかわからない373のぐるぐる450、ちょっと標高高めの方のグリラーですね。いやもう結構これ多分絵の具に届いてずーっと垂れてあるので、すごい成長作業はしっかり済んでて、届いたらちょっと寝かすと多いかもしれないです。こちらもう本当に売りました。コイノビウム、メランオータさんのラツィオの白ですね。マルバチアベルディキオトレピアーノ、本場ですね。もうすごくナチュラルで美味しいです。でこれも何本売ったかな。ラシーヌさんのムニールカタラットですね。まあ、値段はもうもちろんカジュアルですけど、味は全然シーンによってしっかり使い分けられそうな、ちょっと僕はカタラットってオレンジなイメージがあるんですけど、もうこれ僕も正直でこれめっちゃ飲みました。でこれはほぼ日さんでも出しましたね。ワントップのフレーザー、ほんとここのブレッサのモンフェラートフレーザーは本当に美味しかった。これもうちマジで何百本も落ちたな、何十ケースもありました。すっごい美味しい赤、もうこれを代表する赤です。でここ古参の方のモンテプレジャーのロザートで、去年の夏あたりにリリースしたライローレンベルメンティーノ、どっちもカジュアルですが、もうこれも本当に今年はうちら結構売りに売ったラインナップ、まあ日頃のご愛顧というか、もう本当に売ってきたなっていうオールスターズで揃えてます。今年の絵の具のベスト版よろしくお願いします。これはいいな。